いやーでも餅大好物だからな、困ったな。はい、こんにちは、重工房のフライシージです。ちょっと最近お会いする方、お会いする方からですね、随分そのすっきりしましたねということで、特に首元が痩せましたねということで言われるようになりました。ありがたいです。はい、まあご存知の方も多いと思いますけども、私YouTube の中でもね、ダイエットのお話を何回かしてるんですね。で、私がやってるダイエットをですね、まあ、名付けたんですね。名付けて時差ダイエットというふうに名付けてですね、やってるんですけども、まあ時差ですね、時差をつけて、ダイエットするということで、例えば名古屋からオーストラリアに、ね、飛行機で飛んでいくと何時間ぐらいかかるんですかね。向こうには時差が多分3時間ぐらいありましたので、3時間とすると、日本が夕方の5時だと。ただもう向こうはオーストラリアで夜の8時になってるという感じですね。3時間ぐらい、まあ、それぐらいの時差をつけて食事をとるという考え方です。まあ、ちょっと難しい言い方しましたけど、単純にやってることは3つなんですね。何をやってるかというと、食事の時間をですね、コントロールするということですね。例えば通常晩ご飯、夜のご飯はですね、晩ご飯食べてるものを夕ご飯に切り替えるとね。なんかこう言い方変えただけじゃないと思うかもしれないですけど、まあ私の定義でね、晩ご飯っていうと大体まあ8時とか9時とかぐらいに食べるものなんですかね。私の場合はそれまではですね、夜9時に大体ご飯を食べたんですね。仕事をまあ9時まで終わってたので、帰ってから食べると、まあ、9時半ぐらいですかね。でしかもまあ家族全員で食べたかったので、まあ、家族全員でまあ夜9時半ぐらいにご飯を食べてで、まあ、風呂入ったりなんだして、まあ、寝る時間が11時とか、まあ、12時前ですかね。だいたいご飯食べるとすぐ眠たくなっちゃうんですけどね、まあ、11時ぐらいに寝てましたかね。はい、そしてまあ翌日は通常通り、まあ、ご飯をまあちょこっと食べる、まあ、食べない時もありましたけど、で昼は昼できちんと食べるという感じですね。はい、そんな暮らしをしてたらですね、本当ブクブク太ってしまって、まあこれ年を取ると多分ね、皆さんそうなります。心配しなくても、50過ぎればですね、誰でも太りますから、それほどね、ダイエット無理になってやる必要もないかもしれません。ただしですね、やっぱ50を過ぎると太るということは、それだけその代謝量が減っているということと、それほどエネルギーを必要としてないということかもしれないですね。はい、まあ、そういうことなので、食事に関してはちょっと考える必要があるなということで、まあ、私がやっているダイエットは、まあ、単純に時差を持って晩ご飯を夕ご飯に変えると、ね、夜8時のものを5時に変える。そして寝る時間は相変わらずですから、まあ、11時ぐらいに寝るとしても、もう寝るまでに6時間ありますからね。だいたいお腹の中空っぽになっている状態で、まあ、睡眠に入るという感じですね。で翌日の朝は、まあ、食べても食べなくてもいいです。食べても食べなくてもいいですけども、まあ、食べない場合はですね、バターコーヒー、まあ、これもね、別の動画でもお話してます。今日もね、ちょっと改めてバターコーヒーの作り方をね、この辺に出しておきますけども、まあ、バターコーヒーをね飲むわけですね、毎日ね。これを続けます。で、筋トレですね。これはね、そんなに本当に必要かどうかっていうと、必ずしもそうじゃなさそうですね。ダイエットするための筋トレではなくて、むしろその筋性を整えるためのダイエット、筋肉トレーニングですね。うん、だから筋肉はつけながら、その体重を落としていくという考え方ですね。なので筋トレをやると体重のこう減りはちょっと落ちる、逆に筋肉がついてしまってね、落ちるかもしれないですよ。まあでもそれはそれでいいじゃないですか、筋肉がついた方がね、いいわけですから。まあ、体重を落とすことが目的ではないので、まあ、筋肉がついてもいいという方は筋トレをやるということですね。まあ私の場合は陽気がいい時だけ筋トレをやるという感じで、まあ暑い時とか寒い時とか、なかなかしたくない時にはやらないですけどね。まあ、ただ身近に筋肉トレーニングするそのマシンとかが置いてあるといいなということで、私は事務所にいつもね、筋トレのマシンが置いてあります。そんな大したことじゃないですよ、まあ、ちょっとここに貼っておきますけど、大したジムじゃないです。いわゆるホームジムみたいなのをね、使ってやってます。はい、
そんなことをですね、4月、5月からですか、今年の5月から始めて、6、7、8、9、10、11、12、まあ、約7ヶ月、はい、まあ、約7ヶ月過ぎてですね、12キロぐらい体重が落ちました。ちょっと以前のね、顔をここに出しておきましょう。以前喋ってる時の顔をね、まあ、全く多分ほとんど同じアングルなので、分かりやすいと思います。はい、つまり、まあ、まとめるとですね、この時差ダイエットっていうのは食事の時間をずらすということですね。まあ、いかにその夜遅く食べない方がいいかということがですね、まあ、私自身で実証できたので、本当に強くお勧めします。まあ、これね、私は幸いお酒を飲まない人なので、まあ、できたのかもしれないですね。お酒を飲む人はそう簡単にいかないかもしれません。夜の付き合いもありますからね、お酒飲みながら何かつまむでしょうから、まあ、そうすると結局食事の時間はねずれてってしまいますけども、でもそれでも夕方ご飯をたらふく食べておけばいいんじゃないですか。夕方5時ね、サラリーマンの方でも5時だったらなんとか仕事抜け出して、こう近くのラーメン屋でもレストランでもいいか飛び込んで何か食べてしまうというふうにすれば、まあその仮にお酒の付き合いがあってもね、そこは本当にお酒だけ、もしくはお酒飲まない人はウーロン茶だけでもね、しのげると思うし、そうたくさん食べる必要もないじゃないですか。だから私もあれですよ、チートデーって言って週に1回ぐらいはサボる日があります。例えば帰って、まあ、昨日たまたまね家でケーキが出たので、今日はケーキ食べようということでケーキを食べましたけど、まあ、そういう日があったっていいわけですね。別にがんじがらめでやる必要はないと思いますから、まあ、そういった意味ではそのチートデーを設けてもいいかなと思います。ね、まあ何のためにダイエットするかということなので、まあ、健康と楽しく生きるためと思えばですね、楽しく生きれないダイエットならやめた方がいいですよね。もう本当に我慢して、ね、お金使って難しいことやってっていうことでしたら、まあ、ちょっとかえってストレスがたまるような気がしますんで、まあ、私の場合は本当にお金もかからずに、気楽にですね、まあ、難しいこと考えずに痩せていきましたので、まあ、もちろん私もこれまでにいろんなダイエットをやってきましたけどね、いろいろやりました。なんとかダイエット、なんとかダイエットって言ってねやりましたけど、酵素を飲んだりとか、まあ、いわゆるファスティングをやったりとか筋トレをやったりとか、いろんなお金を使ってやってきましたけど、まあ、お金を使うとそこに満足をしてしまって、成果が出てこなかったりするケースがまあ、稀にありますよね。逆にお金を出さないとできない人もいます。これはだから人によって違うと思います。ダイエットが合うタイプっていうのもね。なので毎週毎日毎日通える人は通えばいいだろうし、まあ、私のように通えない人は通わないダイエットをすればいいし、お金を使いたくない人はお金を使わないダイエット、ね、特に私の場合は禁煙の時も同じだったんですけども、禁煙っていうのはですね、タバコを吸う行為をやめるということなんですね。代わりにこれを吸うというわけではないので、例えばダイエットも同様にですね、代わりにこれを食べるとか、代わりにバナナを食べるとか、代わりにこの酵素を飲むとかプロテインを飲むとかという、その多数ダイエットではなくて、もう本当引くダイエット、夕ご飯、晩ご飯を夕ご飯にすると、朝ご飯もバターコーヒーだけにするという感じでですね、そこにお金をかける必要はないと思います。はい、なので、まあ、私正直今回のこのダイエットですね、まあ、成功したと思いますけども、この時差ダイエットにおいてはですね、大したお金はかかりません。お金かかる、毎日かかるお金としたらバターのお金だけですね。バターが1個これぐらいのやつですね、雪印のバターを買ってきて450円ですよ。あとはその MCT オイルっていうのもありますけど、このボトルのやつを買うと1本800円ぐらいのものですね。まあ、これ1本あれば、そうですね、20日から1ヶ月ぐらいは持ちますから、まあ、1ヶ月かかる日はそれだけ。コーヒーはインスタントコーヒーですからね、毎日飲んでるものをそのまま使えばいいと思います。はい、なので、まあ高額なものを、ね、買い揃える必要はないと思いますので、まあ、手軽にですね、まあ身の回りにあるものを使って、まあ、うまく痩せていただければなと思ってます。トレーニングもね、やってみて分かりましたけど、トレーニングをやらなくても痩せますよ。はい、トレーニングを やらなくても痩せますけども、まあやっぱりその体重を落とした分筋肉をねつけておかないと、
ね、やっぱりその 体力耐えられる耐える力ですかねがな、まあ、あのなくなってくるような気がします。なので筋肉をつけてですね、体重も落として、まあ、健康的に痩せれればなというふうに思ってます。で、ね、やっぱり何よりもストレスをためないことですよ。ストレスをためずにダイエットするというのはすごく重要だと思いますので、もう本当私ね、今回のダイエットは全くノンストレスです、はい、食べたいものを食べたいだけ食べてますから、まあ、お昼でもね、本当に今日は吉野家とか吉野家食べてラーメン食べようとかね、それこそアンパン食べてクリームパン食べようとかね、もう何でも好きなことを食べてます。でもあの体重はね、そんなに大きく増えないですし、むしろ毎日毎日少しずつ減っていくんですね。で現在は80キロ前後のところですね、まあ、行ったり来たりしている状態で、まあ、安定期に入ったかなと思ってます。はい、まあ、この生活習慣をですね、ずっと変えずにいけば、まあ、うまくいくんじゃないかと思ってますので、よろしければ皆さんもですね、時差ダイエット、ね、やってみてください。年末太り、正月太りしないようにね、お気をつけください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。まあ、今日の情報がね、役に立ったという方は、高評価ボタン、またはチャンネル登録をお願いいたします。はい、ということで以上、自由工房フラッシュでした。ゆうさん、さよなら。正月太りしないで。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。